熊本市交通局9700系電車は、熊本市交通局が市電用に導入した路面電車車両である。2車対2台車、方式100%低小構造の超低小電車で、日本で初めての超低小電車として1997年8月に営業運転を開始した。ドイツの車両メーカーが開発した超低小電車が元になっており、 日本のメーカーが国内向けに設計、製作した車体と輸入部品を組み合わせて製造されている。2001年にかけて3時にわたり、経営後編成重量が導入された。9700型が導入された熊本市交通局の路面電車線は、熊本市内を走る2つの路線からなる約 12km の路線網を持つ。最盛期の熊本市電は、 この2倍の路線網を有していたが、乗客減少に伴って1960年代より廃止が相次ぎ、減損する2路線も1979年までに廃止される予定であった。しかしオイルショックの影響と大体交通機関建設の資金調達難から、交通局は市電全体計画を撤回。 以後は一転して市電への積極投資が続けられ、日本初となる冷房搭載路面電車や、VVVF インバータ制御車の導入、停留場の改良などが行われた。1990年代に入っても投資は続いており、乗客の減少防止を狙って、新型車両の増備、運行本数の増加、軌道改良などが実施されていた。こうした中の1990年、 交通局は将来的にも市電を機関交通として活用するための調査に着手する。調査の中で車両については旅客の乗り降りを容易にすべく床面高さをホーム並みの高さにまで下げた超低小電車の導入に関して研究がなされた。この種の超低小電車は1984年にスイスにて初めて導入され。 1990年前後には低小化率をより高めた100%低小構造の車両がドイツなどヨーロッパ諸国で開発されつつあった。この流れを受けて交通局では超低小電車導入の可能性を探るが研究の結果当時国内メーカーには製造実績がなく開発期間と開発費がかかることから 他の路面電車事業者との開発協力やヨーロッパのメーカーからの技術導入がコスト削減のために必要と見られた。1994年になって交通局では超低床電車導入に向けて国内各メーカーと協議を行った。その結果新潟鉄工所がドイツのメーカーとの技術提携を前提とした具体的な開発案を提示する。翌1995年 同社が、ドイツのアイグと設計、製造、販売に関する業務提携を締結したことで、ドイツ国内で実績のあるアドトランズ製、超低省電車を基礎として、熊本市電の使用に合致する要介量を加えた、車両を導入できるめどがついた。そして1996年6月27日、熊本市交通局と新潟鉄工所の間で、 車両を製造に関する契約が交わされた。こうした過程を経て、交通局に導入された車両が9 7 0 0系である。ミュンヘンを走るアドトランツ製 GT6N 型超低床電車熊本市交通局9 7 0 0系の元となったのは、ドイツの車両メーカーが開発したブレーメン系やアイグ型、あるいは GT シリーズなどと呼ばれる超低床電車である。 この車両シリーズはマンによって開発され、1990年に試作車がブレーメン、ついでミュンヘンへと納入された。マンの鉄道車両部門がダイムラー・ベンツ産加のアイグに買収された後、量産車の製造が始まっている。その後メーカーはさらにアドトランツへと移った。このアドトランツは、1996年1月、アイグの鉄道システム部門と、 電気メーカーアセアブラウンボ・ボベリの鉄道システム部門が統合して発足したドイツに本社を置く鉄道システムメーカーであるアドトランツのブレーメン系は基本設計をレディメイドとしており車体幅は2.22.32.42.65メートル期間は900.10.1100.1435ミリメートルの各種に対応する特殊な台車や 駆動方式を用いることで、編成全体にわたって床面高さをレール面上36センチメートルに抑えている。各車車体中央部に1台ずつ台車を配置するという方式の連接車であり、ヨーロッパでは3車体ないし4車体からなる編成が主流である。日本の車両メーカーである新潟鉄工所は、 超低小電車を日本へ導入するにあたって、ドイツでの実績に鑑み合い具の、ブレーメン系であれば、導入可能であると判断。交渉の結果、当面の需要が少なく、コストに見合わないことから、技術導入の場合に、一般的なライセンス契約ではなく業務提携という、形をとり、新潟鉄工所が、日本向け仕様に変更した車体を設計。 製作し、量産品の台車、電気品をアイグから輸入して組み合わせるという方式で、当該車両を日本国内向けに製造することとなった。側面から撮影した9 7 0 0系9 7 0 0型は2車体2台車式、100%低床構造の超低床電車である。2車体式のアドトランツ、ブレーメン系はこれまで例がなかったが、 二車体式から四車体式まで対応するため製造に問題はなかった。二車体式となったのは停留場の長さやワンマン運転への対応を考慮したことによる。車体はヨーロッパのイメージを出すべくドイツを走るアドトランツ、正の姉妹電車を踏襲したデザインとされ、主要部材を輸入の上日本国内で製造された。編成のうちパンタグラフを置く車両、A 車、 反対側の車両を B 車と称する。連結部分を除いた各車の全長は8.64メートルで、編成全体の全長は18.55メートル。車体幅は2.35メートルである。これに対して、熊本市電の車両限界に基づく最大幅は2.4メートルであり、はじめは、車内空間を広くするため9700型でも、この幅を採用しようとしていたが、 事前に導入予定の車両と同じ寸法で2両編成のトロッコを製作して、前線にわたって測定したところ、在来車両では問題にならなかった。車体下端と停留場との隙間が問題となった。2.4メートル幅では、かなりの数の停留場を回収する必要があるので、車内空間と停留場回収箇所との比較から2.35メートル幅の採用に至った。 屋根状の機器類を含まない車体の高さは2.94メートル、全高は3.546メートル。編成の時長は21トンである。車内通路部分におけるレール上面らから床面までの高さは、編成全体にわたって36センチメートルで、上高口部分ではさらに低い30センチメートルとなっている。通路幅は一時車で最大十点六センチメートル。 設計変更により二次車からは8 2トルを確保する。ドアは電動スライド両開き式のプラグドアが片側2箇所ずつ、計4箇所に設置されている。配置は左右非対称で進行方向に向かって左側では各車の前より、右側では後ろよりにある。停留場のホームは原則として進行方向左側にあり、運行時ドアは 前側が降車用、後ろ側が乗車用となる。しかし二次車からは前側のドアも乗降両用に変更され、整理券発行機や乗車カード用リーダーがこの部分にも追加されている。一次車についても二次車登場時に使用を合わせる改造工事が実施された。車輪を収めるタイヤハウスの部分に座席を置いており、 各車車体中央部に一人掛け座席を三列計六席ずつ配置する。一方車体前後のドア向かい側部分は三人掛けのロングシートとなっている。定員は76名。座席定員は24名であるが、車掌が乗務すると一席使用できないため実質23名になる。なお、ドイツではタイヤハウス上のクロスシートを二人掛けと一人掛けと、 するのが標準であるが、交通局では、ワンマン運転時の車内移動を考慮して、通路幅を広く取るため座席を減らしている。また、ドイツの主要で2車体式とするとドアは片側3カ所となるが、これでは座席数がさらに少なくなるためドアは片側2カ所とされた。運転席直後のドア付近の床は上下に動くリフト装置になっており、 車椅子の乗降時には床面を停留場ホームと同じ高さまで下げることができる。リフト装置設置ドアの向かいにある座席は折りたたみ式で車椅子スペースを兼ねている。この部分には2台の車椅子が乗車可能。台車及び電気品はアドトランツからの輸入品である。台車は各車中央部に1台ずつ車軸のない左右独立の車輪4輪からなるボルスタレス式。 ボギー台車を配する。台車、車体間の枕バネ及び、車輪、台車間の軸バネには、ゴムバネを使用し、車輪にはゴムを挟み込んだ、男性車輪を用いる。車輪直径は6 5 0ト、mm、ル車体中央部に台車を配する方式は急曲線での、車体変異を抑えるためで、ドイツでは、従前より使用されており、 超低小電車のために特別に開発されたものではない。ただしこの方式を取ることで車体と台車の動きの差が小さくなるため、客車内に飛び出すタイヤハウスを最小にして通路幅を拡大できる。なお一時車では、ドイツ仕様に準じて最小曲線半径を18メートルとし、ボギー角を最大6.5度とするタイヤハウスの設計としていたが、二次車からは、 最小曲線半径を30メートルに修正して、ボギー角を最大4.5度としたことで、前期のように、車内通路幅が拡大されている。主電動機は、出力1 0 0ットの参照誘導電動機で、台車1台につき1台ずつ搭載。主電動機は、車体連結部側の客室座席直下に搭載されており、自在継手を介して駆動力を車輪に伝える。 具体的には、駆動力は、主電動機から、自在すぎて、推進軸、傘歯車、二段減速平ラ歯車装置という経路で、片側の動輪に伝わり、さらに反対側の動輪へと、車輪中心高さよりも低い場所にある、駆動軸を介して伝わる。ブレーキは、主電動機を用いる電気ブレーキがあり、5km 前時まではこれで減速する。それ以降は、 機械ブレーキであるバネ作用、油圧緩め式のディスクブレーキが作動する。これらが常用ブレーキで、他にも蓄電蓄動の電磁吸着ブレーキを保安ブレーキとして台車に備えている。本来この電磁吸着ブレーキは、非常ブレーキ用で、3種類のブレーキを全て使用する、ことで、欧米基準の制動距離を満たす、高減速度を発動するが、日本では、 車外での衝突事故回避よりも、車内の乗客転倒事故の回避に重きを置くことから、電磁吸着ブレーキは、非常ブレーキには使用しない。ブレーキ装置は、ドイツのクノールブレムゼが製造。ディスクブレーキについては、一時車の運行開始後ブレーキが、緩まなくなるなどのトラブルが、相次いだ。三時車では、安定性向上のため同じメーカーでも新型品から、標準二品に、 ブレーキ装置を切り替えており、油圧部分とブレーキキャリパー部分が分離されたものとなった。ドイツの仕様では最高速度は7 0 k m 時であるが、9700型は4 0 k m 時である。ただし将来の郊外への専用軌道延伸なども想定して設計最高速度を7 0 k m 時としている。また軌道加速度についてもドイツ仕様より抑えている。 A 社の屋根上には、終電装置や主制御装置、抵抗器など、B 社の屋根上には、補助電源装置を配置し、各社屋根上に冷房装置を設置する。ドイツ仕様と異なり9700型では、編成が短くなり屋根上の面積も小さくなったため、機器配置に工夫が必要であった。終電装置は、上枠が V 字型をした、シングルアーム式パンタグラフで、 ドイツのステマン社からの輸入品である。主電動機への供給電力を制御する主制御装置は、イグブトによる、VVVF インバータ制御方式であり、一群のインバータにつき、主電動機一台を制御する。主制御装置は1.2次車では、アドトランツ製であるが3次車からは、同じ仕様の三菱電機製に変更されている。この日本製機器への変更には、 電気品を供給するワドトランツから新潟鉄工所へ若干の意義があったという。なおこの時同社では主電動機も日本製へ切り替えようとしたが形状が特殊で開発費が高くなり断念した。冷房装置はドイツの標準では運転席用のみ設置し客室には換気装置を置くという仕様であるが9700型では客室用の冷房も設置する。 客室用装置は三菱電気製。運転席用は1.2次車では輸入品であったが、3次車では、これも、三菱電気製となった。また3次車では、客室内への冷房を吹き出し方式が直接、吹き出し式から、ダクト方式に変わった。9701の運転台運転台は、進行方向右手に配置。 右側通行のドイツ仕様から左側通行の日本仕様へ変更するにあたり機器配置を左右で入れ替えており、マスターコントローラーは右手扱いとなった。マスコンはバー型のワンハンドル式で、上部にデッドマン装置用の丸いスイッチが付属する。ワンハンドル式マスコンの採用は、熊本市交通局では9700型が最初である。車体先頭部分の行き先表示器は、 一時車では LED 式を用いる。しかし、日中の視認性が良くないために時車からは幕式が使用されている。この変更で、運転台からも行き先表示の目視確認が可能になった。一時車 9701AB 一時車の 9701AB は1997年4月26日、熊本市交通局大江車庫に到着した。 到着後1週間ほどメーカーによる車庫構内での調整や運輸省による安全性確認が実施され営業線での運転許可が降りてからは夜間営業線での試運転調整が始まった。竣工は同年7月22日付、終熟運転を経て8月1日に出発式が開催された。当日は交通局の開局記念日であり、 大江車庫での出発式に続いて一般市民による試乗会が行われた。営業運転は1997年8月2日より開始された。当初は2系統及び3系統の双方で毎日運転するダイヤが組まれた。新型車両の導入は好評で営業開始当初は乗客が9700型に集中し在来車両に比べて 平均で5割ほど乗客が増加したという。一方で納入から営業運転までの期間が短かったため初期故障がしばしば発生した。一時社の車体塗装は白色を基調に側面に青色のアクセントを配したものとなっている。座席のモケットも青色である。製造費用は約2億2000万円。ただしメーカーの新潟鉄工所側からすると製造の 他設計、試験などの費用を含めた開発費は受注価格の2倍以上になり予想を上回る赤字になったという。運転開始1年後の1998年9700型は鉄道友の会によるローレル賞を受賞した。受賞は環境や高齢社会に配慮した新しい都市交通の先駆けとなった点が評価されたため、 同年9月27日には、大江社庫で、受賞式が開催されている。また、同年4月には、調停商社導入への取り組みが評価され、熊本市交通局が、第19回国際交通安全学会賞を受賞した。運行開始から15年経った2012年以降、電気系統の故障に伴い上、熊本社庫に留置される状態が続いたが、 2018年4月に輸送力増強のため2019年夏を目途に改修の上営業運転に復帰させる予定と交通局が発表した。予定より少し遅れた2019年10月1日、すべての改修及び試運転を終えて営業運転に復帰した。大規模改修の主な内容は VVVF 制御装置等のドイツ製制御部品を 国産部品へ更新、行き先表示器を、フルカラー LED 式のものへ交換、車体の板金塗装など。特に、VVVF 制御装置に関しては、車体に合わせた特別な部品を必要としたため、調達に時間を要したという。また、新たに取り付けられた、フルカラー LED 行き先表示器は、熊本市交通局発採用である。この大規模改修に合わせ、 外観デザインにも変更が生じた。剣部のアクセントは消去され、側面下部の帯は青色単色に改められている。二次車2 AB、9702AB 二次車の 9702AB 及び 9703AB は、共に1999年3月31日付で、春工した。営業運転の開始は、同年4月15日。 これにより9700型による運行回数が増加し、平均して30分に1本の割合で運行できるようになった。二次車に関しては前述の通り設計が変更された点が複数あるほか、車体塗装が基本色の白色のみとなり、車内の塗装も白色からクリーム色系統に変更。座席はタイヤハウスの幅まで広げた幅の広いものとなり、 モケット柄も、茶色と緑色のストライプ模様となった。座席などのデザインは、JR 九州の車両デザインで実績のある、工業デザイナー、三藤川栄治による。一次車が、交通局の企業会計で一括購入されたのに、対し、二次車はリース会社が車両を購入して、これを15年間の契約で、交通局が借り受けるというリース方式が、採用されている。 リース費用の大部分は、熊本市の福祉政策の一つとして、一般会計から支払われる。リース方式を取ると資金を一括して手当てする、必要がなく一度に、複数の車両を増備可能というメリットがあるが、費用の総額が、購入方式に比して1.5倍となるデメリットがある。リース料金は2編成で年間4,680万円。 二次車は営業開始当初広告電車として利用されており、車体側面相下にダイムラークライスラーの社名が入っていた。こうした広告電車は、熊本市交通局においては景観への配慮から1989年に全面廃止されていたが、交通局の苦しい経営状況から1999年4月より再開された。 また、交通局開局80周年にあたる2004年には、8月から、約半年間、9702AB と3次車の 9704AB、9705AB の3編成が、電車やバスの写真を車体にラッピングした、開局80周年記念号として運転された。3次車、9705AB、3次車、9704AB による、 パト電車三次車の 9704AB 及び 9705AB は共に2001年3月1日付で竣工した。営業運転の開始は同年3月6日。三次車では水戸岡英二がデザイン作成に全面的に参加しており、車内はグレー基調で座席モケットは伝統的な松葉兵を配したモスグリーンのものとなり、ドアと 手すりは視認性を高めるため鮮やかな黄色に変わった。車外では、車体側面に交通局のロゴが入っている。デザイン以外にも、前述の通り機器類に一部変更がある。車両価格は1編成あたり、約2億4000万円で、二次車と同様リース方式による導入と4年間2000万円の15年リース契約を結んだ。 三次車の投入により9700型による運行回数はさらに増加し、二つの運行系統が重なる区間では22分間隔での運行となった。9704AB、9705AB ともに2004年には上記の通り、開局80周年記念号として運転された。さらに 9704AB については2007年。 パトロールカーを模した黒と白のツートーンカラーの外観となった。こうしたパト電車は熊本市交通局では2003年12月に初めて登場。この時の車両は9 2 0 0系9 2 0 4号で熊本県警察のマスコットキャラクターにちなんでユッピー5と命名された。9704AB によるパト電車もユッピー,ーと命名され。 春の全国交通安全運動に合わせて2007年5月11日に、上熊本の自転車両基地において、出発式が行われた。9704の車掌台9700型は、ワンマン運転対応の車両ではあるが、運転手の負担軽減と PR 効果などを狙って一時車の運転開始時より、エルパーサーと称する女性車掌を乗務させている。ルは、 ライトレールの頭文字を取ったもの。0800型を含む、超低商車の増備につれて、男性車掌も乗務するようになり、2011年3月には、九州新幹線全通に伴う観光客増加を、見込んで業務に観光案内を加え、故障も、トラムガイドへと変更された。心臓後の改造点には、以下のような形式と共通のものが挙げられる。 2009年に導入された0 8 0 0系9 7 0 0系二次車導入の時点では、熊本市交通局は三次車として、もう一編成を増備し、以後は二車体式車両の増備を打ち切り一両谷で、運行できる単車の調停小電車を導入していくという意向であったが、実際には、上記の通り三次車増備は二編成となり、なおかつ単車の導入は実現していない。 一方メーカーの新潟鉄工所による超低小電車の製造は熊本市交通局9700系以降も続いた。まず2002年、岡山電気軌動9200型を製造する。この車両も熊本の9700型と同様に9万社が開発したブレーメン系を日本仕様向けに設計変更したものであるが、車体のデザインは 他都市と異なる物音の移行から9700型とは別のものとなっている。採用されたデザインは当時フランスのントに納入されていた車両のものでアドトランツを買収したボンバルディアの協力を得て利用している。以後、新潟トランシスが製造する超低床電車は従来通りのブレーメン系の足回りにインチェントロの丸みを帯びた車体を組み合わせたものが 標準となった。その後熊本市交通局では9700系三次車以来となる、超低小電車0800系二編成を導入し、2009年4月より営業運転に投入した。この0800型は9700型とは異なり、蒸気、インチェントロタイプの超低小電車である。二編成が追加されたことで、 交通局の超低小電車は2形式で計7、編成となり、1編成及びに残して、毎日6編成運行させる体制となった。これにより1時間あたり1往復ずつの増便が可能となり、2系統では、毎時2から3本、3系統では、毎時1本という運行本数になっている。2014年10月には0 8 0 0系の増便車として、 水戸岡英治デザインの心が営業運転を開始し、熊本市交通局の調停小電車は、計8編成となった。交通局では、既存の9 7 0 0系、0 8 0 0型についても、今後、心のコンセプトに基づいて、順次外観塗装を改めていくとしている。雑誌記事書籍、ありがとうございます。